どうも皆さんこんにちは、ガイチャンネルのガイです、非常にね久しぶりのこうやって喋る形で動画投稿するんですけど、今回の内容っていうのは、夏休みのねスペシャル企画ということで超強化型トレーニングっていうのをね、やっていきたいと思います。その内容としては約、7週間にわたるトレーニングなんですけれども、ダイエットと、トレーニングっていうのを、同時並行で、限界まで追い込むっていうのが、今回の、ゴールですね。プレシーズンが始まるのが、8月の8日 6日かな8月の6日から始まるので、それまでに完璧なコンディションで、迎えるように、体脂肪率はもう極限落とすと。そのスケジュールはここに載せるんですけど、今日は月曜日、初日です。それじゃあまずは、ブランチですね。じゃあブランチでお会いしましょう。簡単に10分15分で、できる、パンケーキとなっておりますのでね、ぜひ皆さん作ってみてください。マクロはねもう一度ここに、出しておきます。で、緑茶をね飲みながら、ティーパックでジャパニーズグリーンティーということで、本当は抹茶飲みたくて抹茶って書いてあって抹茶買ったんだけど、ただの緑茶っていうね。パンケーキも安定で美味しい。これ食べて少ししたらジム行くんで、じゃあ次はジムで会いましょう。We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was cleverStaying in Paris. Paris is set, I keep my check. She was a bad man, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, I'm a wreck. Needless to say, I'm keeping a check. She was a bad man, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, I'm a wreck. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, I don't know how that felt. Looking at you sideways.Unless I stop by you, you're the sunflower.
time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust, say you won't back down. Even if we gotta risk it all right now, I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I start my life. You're the sunflower. I think your love would be too much. But you'll be left in the dust unless I start my life. You're the sunflower.帰ってきたので今から夜ご飯をね、作っていきたいと思います。で本日の、夜ご飯のメインディッシュは、チキンでございます。それじゃあいただきます。まあ、本格的に、ステーキです。もう見た目も味もステーキでございます。うん、鶏ですね、味は、うん、おいしい。やっとさつまいもですね。ちょっとパセリがついてるんで少しおしゃれに見えますよね。パセリにちょっと攻撃されました。次は、デザートですね。じゃあその時にまた会いましょう。超強化トレーニングの、1日目が終わりました。でも感想としてはその、ジムは結構良かったんですけど、まあ、その最後の走りで追い、まあ追い込んだからっていうのもあるんですけど、でサッカーフィールド行ったらもう全然足動かないみたいな感じで、もうもつれて転びまくってみたいな。ちょっとだから、まあ今回その体力を、まあ、上げるっていう意味ではまあいい機会になるかなと思うので、まあ、初日はまあ、そうですね、トレーニングに関してはまあ改善の余地が、まだまだあると、伸びしろがたくさんあるっていうのが、実感した一日でしたね。で栄養面に関してはそうですね、今日の PFC は、プロテインが172、ちょっとまだ足りてないですね。200ぐらい取りたかったんで1日で、脂肪ファットが31、今卵普通の卵使ってるんですけど、なくなり次第卵白の、パックにも卵白が入ってる牛乳パックみたいなの入ってるやつを買ったので、そしたらもっと脂質を抑えられるかなっていう。でカーボは、175ということで、まあ、これもあと30ぐらい取りたかったですね。で、まあ、トータルカロリーが1579っていう、すごい低くなってて、ちょっとこれは死にます。死にます、本当に。ちょっと明日からもういやこんなはずないと思うんですけど、1579のちょっと明日はもう1食ぐらい増やしたいかなと思ってます。質素って言うと、なんかほぼパンケーキで一緒なんですけど、こんな感じじゃなくてちょっと汚いな。味は別に美味しいとかないですよね。まあ減量始まったばっかなんて見えないですけど、ま
これがね、49日間続くわけでございます。今久しぶりの YouTube 投稿ということで、ちょっと喋りも下手くそなんですけど、今後ね、49日間で、続きますので、どうぞね、それだけでよろしくお願いします。で、肉体的に、どのようにね、この顔を伸びて、この、なんかお肉とか、どのようにこう、消えていくか、多分、49日後も、なんか、すげえスッキリしてると思うので、ぜひ楽しみにしてください。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。ね、今後はもっとこう面白いことを言ったりとか役に立つような情報を、ね、どんどん発信していけたらなと思ってます、それじゃあ高評価と、コメント欄にぜひ料理のこととか筋トレのこととかも何でももう喋りクソつまんねえとかふざけんなみたいなこっち見んじゃないみたいな感じ何でもコメントしていただけたらもう嬉しいので、はい、ぜひね高評価とコメント欄、気が向けばチャンネル登録もしてもらえたら、本当にモチベーションになります。じゃあありがとうございました。またね。